バリウム。バリウムは原子番号56の元素。元素記号は BA アルカリドルイ金属の一つ。アルカリドルイ金属としては密度が大きく重いため、ギリシャ語で重いを意味するにちなんで命名された。ただし、金属バリウムの比重は約3.5であるため軽金属に分類される。単体では銀白色の柔らかい金属。 他のアルカリド類金属元素と類似した性質を示すが、カルシウムやストロンチウムと比べ反応性は高い。科学的性質としてはプラス2かの気ド類イオンとも類似した性質を示す。バリウム塩には毒性があり、摂取するとカリウムチャンネルをバリウムイオンが阻害することによって神経経営の影響が生じる。そのためバリウム塩 バリウム化合物は毒物及び劇物取り締まり法。指令において劇物に指定されている。金属のバリウムは指定されていない。硫酸バリウムなど指定されない物質もある。バリウムは、鉛と同程度に柔らかく銀白色の外観を有する、アルカリド類金属である。金属光沢を有しているが、空気中では徐々に酸化されて、白色の酸化飛膜に覆われるため金属光沢は、 失われる。有点及び沸点は資料により異なるデータが見られ、有点は729や725、726.2というデータがあり、沸点は1898、1気圧、1640、1637、1気圧というデータがある。密度が3 5 1ム、センチメートルと低いため、軽金属に分類される。常温。 上圧で安定な結晶構造は耐震立方構造であり、その格子定数へは5.01である。炎色反応においてバリウムは黄緑色の炎色を呈する。主要な気線は524.2ナノメートル及び513.7ナノメートルの緑色のスペクトル線であり、それらは双子線を示すアルカリ金属元素の気線とは対照的に単線を示せ、 バリウムの科学的性質はカルシウムやストロンチウムに類似しているもののアルカリド類金属元素の電気陰性度は原子番号が大きくなるにつれて小さくなる傾向があるためバリウムはカルシウムやストロンチウムよりもさらに反応性が高いこのアルカリド類金属元素の持つ性質の連続的な変化によってバリウムの塩は他のアルカリド類金属の塩と比較して水和物を成しやすく 水に対する溶解度が低く、熱的安定性が優れているという性質を有している。ニ価のバリウムイオンの科学的性質は、ユーロピウムやサマリウム、イッテルビウムイオンなどニ価のキドルイオンと類似しており、バリウム鉱石中にこれらの元素が含まれていることがある。バリウムイオンは、可視領域にスペクトルを持たないためバリウム、化合物すべて無色であり、 バリウム化合物の着色はアニオン側の持つ色や構造の欠陥に起因して生じたものである。バリウムの電溶圧は水素よりも大きいため水と激しく反応して水素を発生させアルコールとも同様に激しく反応する。バリウムは空気中で徐々に酸化されて白色の酸化バリウムを形成しこの酸化物も,もまた水と激しく反応して水酸化バリウムとなる。 水酸化バリウムは、アルカリド類金属の水酸化物の中では水に、対する溶解度が高く強い塩基性である。バリウムは高温で、炭素と直接反応して、イオン性アセチリドである炭化バリウムを生成する。この耐化物は、加水分解によって、アセチレンを発生させる。また、ホウ素、ケイ素、ヒ素、イオウなどとも直接反応して、イオン性の化合物を形成するが、 これらの化合物も、また容易に、化水分解を受け、オキソ酸とも反応して、硫酸バリウムや硝酸バリウムのような化合物を形成し、それらの化合物は水に対する溶解性が低い。バリウムの化塩素酸塩はジエチレントリアミンによって、錯体を形成するが、安定に存在できるのは、固体状態のみであり、溶液中では、容易に解離する。また、 クラウンウェーテルトも錯体を形成する。バリウムは液体アンモニアに溶解して青色の溶液となり、ここからアンモニアを除去することで、バリウムの安眠錯体を得ることができる。バリウムはアルミニウム、亜鉛、鉛及び鈴を含むいくつかの金属と結合し、合金及び金属間化合物を形成する。自然より産出するバリウムは7つの同位体の 混合物であり、天然存在比が最大のものは BA の71.7%である。バリウムは40の同位体が知られているが、それらのほとんどは半減期が数ミリ秒から数日の高い放射能を持つ放射性同位体である。例外として10.51年という比較的長い半減期を持つ BA がある。BA は原子物理学の研究における。 ガンマ先端知域などにおいて構成用の標準宣言として用いられる。バリウムを含む溶液に硫酸を加えると不要性の硫酸バリウムが白色沈殿として生じるため、これをもって簡易な定性分析を行うことができる。しかしこの方法では、同族元素であるカルシウムもしくはストロンチウムが含まれていると、バリウムと同様に硫酸塩の沈殿が生じ、 イオンも、また同様に、硫酸鉛の白色沈殿を生じさせて、定性分析妨害となる。バリウムの定性分析法としては、酢酸干渉液化で、クロム酸バリウムの黄色沈殿を生じさせる方法が、用いられる。この際、マスキング剤として、エチレンジアミンオン酢酸と塩化マグネシウムを加える、ことで、他の元素がエドタと酢体を形成するため、 バリウム以外の元素が水酸化物として沈殿して、妨害するのを抑止することができる。バリウムは炎色反応において、薄い緑色を定するが、銅やマンガン、テルル、ビスマスなど多くの元素が類似の炎色を示すため、定性分析としては利用しがたい。溶液中のバリウム濃度の定量分析法として、硫酸バリウムもしくはクロム酸バリウムの形で、 バリウムを沈殿させてその重量を測定する重量法が挙げられる。硫酸バリウムを用いた場合には、ストロンチウムが不純物として含まれていると、ストロンチウムの分も分析値に上乗せされるため、原子球工法などによって、ストロンチウムの含有量を別途測定して、積値から差し引く必要がある。また、このようにして得られたクロム酸バリウムを、硫酸酸性溶液に溶解させ、 規定量の硫酸鉄溶液を加えた後に過剰量の硫酸鉄をカマンガン酸カリウム溶液逆適定する容量分析法によっても定量分析することもできる。これはクロム酸の作用で硫酸鉄が酸化される反応を利用したものであり、クロム酸の逆適定と同一の方法である。バリウム溶液中にアンモニア性塩化アンモニウム干渉溶液及び マグネシウム溶液を加え、エリオクロムブラックティーを指示役として、エドタ溶液でキレート適定する方法も用いられるが、この方法においても、硫酸バリウムを用いた重量法と同様に、ストロンチウムの分析値を差し引く必要がある。エドタによるキレート適定法は、日本工業規格におけるバリウムの定量分析法の一つとして用されている。危機分析法としては、 フレームレス、原子球工法や ICP、アイス、ICPMS が利用され、オスの吸収波長は553.6ナノメートル、ICP アイスの発光波長は233.527ナノメートルび455.403ナノメートルが用いられる。バリウムの名称は、ギリシャ語で、思いを意味するに由来しており、それは、 一般的なバリウムを含む鉱石が高密度であることを表している。中世初期の錬金術師たちはいくつかのバリウム鉱石を知っており、イタリアのボローニャで見つけられた滑らかな小石様の重傷石鉱石はボローニャの石として知られていた。その石に光を照射するとその後輝き続ける、つまり傾向を示すことから魔女や錬金術師たちはこの石に魅力を感じていた。 1774年、スウェーデンのカールビルヘルム・シェーレが、南満岩口に、新しい元素が含まれていることを発見したが、その鉱石からバリウムを分離することはできなかった。ヨハン・ゴットリーブ・ワーンもまた類似した研究を行い、シェーレによるバリウムの発見から2年後に、酸化バリウムとして鉱石から分離することに成功した。酸化バリウムはめイ・ベルナル・ユイトンド・モルボによって、 バロテと呼ばれており、アントワーヌ・ラボアジエによって、バリタと解明された。また、18世紀には、イギリスの鉱物学者であるウィリアム・ウィザ・リングも、カンバーランドの塩鉱山で産出する重い鉱石、炭酸バリウムの鉱石であるについて言及していた。1808年、イギリスのハンフリー・デイビーが、バリウム塩の溶融樹溶殿解によって、バリウムの単体を、初めて単理した。デイビーは、 類似した性質を示すカルシウムの命名法に準じて酸化バリウムを表すバリタの後ろに金属元素を意味する設備語であるイアムをつけてバリウム名付けたロベルト文禅及びは塩化バリウムと塩化アンモニウムの混合物を溶融させて電気分解を行うことによって純粋なバリウムを得た電気分解及び 液体空気の分流が優位な酸素の生産方法として確立される以前は、加酸化バリウムを用いて、純粋な酸素を生産するが、バリウムの大規模な用途であった。これは、酸化バリウムを空気中で500から600度で熱して、加酸化バリウムとし、この加酸化バリウムを摂取700度以上で熱することによって、純粋な酸素を得るという方法である。1908年には、 消化器系の X 線写真で造影剤として初めて利用された。近くにおける存在量は豊富であり、重晶石、硫酸バリウムなどの鉱石として産出する。確認埋蔵量の48.6%を中国が占めており、生産量も50%以上が中国によるものである。バリウムの宇宙全体の平均濃度の推定値は重量濃度で 10ppb。 太陽における推定濃度も 10pp である。地殻においては比較的豊富に存在しており、その存在量は 4.250mgkg である。また、海水中には 1.30mgL 含まれる。地殻中において重症石、硫酸塩や毒おもし、炭酸塩のような鉱物として存在している。毒おもしの鉱石は、例えば北イングランドの近辺の セッティングストーンズ鉱山などにおいて17世紀から1969年までの間採掘されてきたが、現在はほとんど全てのバリウムは重症石として採掘されいる。アメリカ地質調査所の2005年版ミネラルコモディティ、サマースを元にした東北経済産業局の報告書によれば、バリウムの確認埋蔵量は重症石ベースで7.4億トン。 加山交量は2.0億トンであると見積もられており、加山年数は29年とされている。重症石の大きな交渉は中華人民共和国、ドイツ、インド、モロッコ及びアメリカ合衆国で発見されてり、確認埋蔵量の48.6%を中国が占めている。毒おもしの交渉としては、イギリス、ルーマニア、旧ソビエト連邦などに見られるが、それらは、 商業的に重要ではない。バリウムを含む宝石としては濃い青色を示すベニト石、ベニトアイトがあり、カリフォルニア州のサンベニトで産出する。バリウム、重症石の年間生産量のピークは1981年の830万トンであり、そのうち7から8%だけが金属バリウムやその化合物の生産に利用された。これは、 バリウムの最大の用途がにおける過重剤としての用途であり、この目的には重症石をそのまま粉砕して硫酸バリウムとして利用するためである。シェールガスの採掘増加に伴う掘り洗礼水の需要増によって2016年にはピーク時の生産量を超える930万トンにまで需要が拡大するものと予想されている。2011年におけるバリウム生産量は その50%以上を中国が占めており、それに14%のインド、8.24%のモロッコ、8.3%のアメリカが続いている。バリウムは空気中で容易に酸化されるため単体の金属バリウムを得ることは困難であり、自然から金属バリウムが産出することはなく、金属バリウムは主に重白石から抽出することで生産されている。 採掘された重晶石は手線、ログウォッシャーを用いた洗い工、水力によって重晶石と脈石や粘土を分離させる、粉砕、比重潜航など分別工程によって石英から分離される。良質の重晶石はこの工程で重晶石と脈石の分離が可能であるが、石英が鉱石に非常に深く貫入していたり、鉄や塩、鉛の濃度が高い場合、あるいは、 黒鉱内の重症石は、オレイン酸などを用いた、マツ浮遊潜鉱、によって潜鉱される。この過程によって重症石としての純度は、質量濃度で98%まで高められ、不純物として含まれる鉄やに酸化ケイ素が除去される。この重症石は、非常に溶解しがたいため、重症石を直接的に、金属バリウムや他のバリウム化合物を得るための潜具体とすることはできず、 重症石中の硫酸バリウムを硫化バリウムに還元するために炭素ともに加熱する全処理が行われる。こうして得られた水溶性の硫化バリウムは、その水溶液を酸素と反応させることで、水酸化バリウムが硝酸と反応させることで、硝酸バリウムが二酸化炭素と反応させることで、炭酸バリウムが得られるなど、様々なバリウム化合物を生産するための栓具体となる。 また、硝酸バリウムを熱分解させることで酸化物が得られる。金属バリウムは酸化バリウムをアルミニウムと共に1100で還元さることによって得られる。この反応では、はじめに金属間化合物であるベイルが形成される。この金属間化合物は反応中間体であり、ベイルと酸化バリウムが反応することで金属バリウムを与える。酸化バリウムと アルミニウムとの反応において酸化バリウムの全量が還元しきるわけではなことに注意。さらに残った酸化バリウムは先の反応で形成された酸化アルミニウムと反応する。全体的な反応は以下のようになる。こうして得られたバリウム蒸気はアルゴン雰囲気化で回収、冷却され方に詰められる。この方法は商業的に使われており、高純度で 金属バリウムを得ることができる。一般的に市販される金属バリウムの純度は99%であり、主な不純ものはストロンチウム及びカルシウム、最大で0.8%及び0.25%、他の不純ものは0.1%よりも低い。類似した反応として、酸化バリウムを計素と1200で反応させる。 ことによって、金属バリウムとメタ計算バリウムを得る方法がある。電解法では、生成した金属バリウムがすぐに、原料の溶融時をに溶解し、ハロゲン化物の汚染を受けやすいため利用されない。バリウムの最大の用途は、油性やガス油を採掘するためのにおける、加重剤であり、重晶石を砕いた、バライト粉が利用される。バリウム単体の用途として、最も重要なものに、 テレビのブラウン管のような真空管内に痕跡量を残存した最後の酸素やその他のガスを取り除くとしての用途があったが、この用途はブラウン管を使わない液晶テレビやプラズマテレビの普及によって姿を消しつつある。他の単体バリウムとしての用途は小規模であり、アルミニウムイ素合金であるシルミンの結構造を安定化させるための添加剤として用いられるように、 以下のような合金への添加剤としての用途が挙げられる。硫酸バリウムは重症石を粉砕して製造される、バライトコと、硫化バリウムと、硫酸ナトリウムとの副分解によって製造される、人工性硫酸バリウムに大別される。バライトコは、石油産業において重要であり、新しい油性や、ガス油を採掘するためのにおける、加重剤として用いられる。 人工性硫酸バリウムの英語表記であるブランフィックスは永久の白を意味するフランス語に由来しており白色塗料として利用される硫酸バリウム及び硫酸亜鉛からなる白色顔料であるリトポンは良好な隠蔽力を有しており硫化物にさらされても黒変しない永久の白であるまた人工性硫酸バリウムは ゴルフボールなど様々なゴム製品の充填剤にも用いられる。硫酸バリウムのナノ粒子は、ポリマーの物性を改良することができ、例えばエポキシ樹脂などに用いられる。硫酸バリウムはまた、X 線を透過しないという性質を利用して、レントゲンの造影剤としても利用される。炭酸バリウムが殺素剤として用いられるように、BAE ンは毒性を有している。 硫酸塩は水に対する溶解度が非常に低いために問題とならないが、その他のバリウム化合物の用途は特定の分野に見れるのみである。可用性のバリウム化合物は有毒である。少量のバリウムは筋交噴薬として働くが、多量のバリウムは神経系に影響を及ぼし、不整脈や震え、筋力低下、不安、呼吸困難、麻痺などを引き起こす。これは、 神経系が適切に機能するために極めて重要なカリウムチャネルをバリウムが阻害することによる。また、バリウム化合物を含む粉塵を吸入した場合には、肺で蓄積されてと呼ばれる良性腎肺症を引き起こす。しかし、硫酸バリウムは水や酸に対してほとんど溶解しないため、経口摂取することが過である。物価の重金属とは異なり、一般にバリウムは 生物濃縮しないとされているが、トマトや大豆など一部の植物における生物濃縮の報告もされている。環境中のバリウムは、ウイルスや細菌、微生物などに対して影響を与え、ミジンコに対する生殖障害などが報告されている。このような毒性のため、日本では毒物及び劇物取締法第2条79により、 硫酸バリウムおよびバリウムイコール4マイナス3、ヒドロキシマイナス2、ナフトアート以外のバリウム化合物は劇物に指定されている。PRTR 法ではバリウムおよびその水溶性化合物が第一種指定化学物質として指定されていたが、2008年の政令改正により指定が解除された。また、EU では地下水の保全に関する指令によって、 バリウムの排出には検査と許可が求められており、中国やマレーシア、タイ、シンガポールにおいてもバリウムの排水基準値や水質基準値が定められているが、日本においてはバリウムの排出に関するそのような基準は定められていない。欧州においては他にも欧州玩具安全規格 EN71 パート3における子供向け玩具のバリウムの溶出に関する制が行われている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。